皆さんこんにちは、フィットネスメイトのヒョロです。今回もご視聴そしてご筋トレほんまにありがとうございます。今回は運動が苦手な方でもできる背中のトレーニングご用意いたしました。で、運動が少しでも筋トレが少しでも好きになってくれたら嬉しいなという思いを込めて、今回も全力で実況を入れてますので、よかったら一緒に最後まで頑張ってみましょう。皆さんこんにちは、フィットネスメイトヒロです。今回もご視聴そしてご筋トレありがとうございます。ということで、今回ですね、背中を鍛えるトレーニング動画となってますので、ぜひ最後まで頑張って美しすぎる背中作っちゃってください。まず1種目目が肩甲骨を開いて閉じて開いて閉じてと繰り返していきます。この時に大切なことがですね、常に肩甲骨だけを動かすことを意識してみてください。集中するポイントは肩甲骨の動きです。閉じて開く、閉じて開く。肩甲骨を開くときに、なんかイメージで言うと背中を天井の方にガーンって持ち上げる感じなんですね。あとはストーンと落としていく。肩甲骨を閉じるときは結構ね、力を抜くとやりやすくなるので、適度に力を抜いて入れて入れて抜いてという形でやってみてください。 OK です。30秒間休憩していきます。フィットネスメイトではこのような形でトレンドが実況付け投稿しますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録、よかったら高評価の方もお願いいたします。そしてご要望とかはですね、コメントにガンガン書いちゃってください。そしてよかったらぜひこのトレーニングの感想もコメントで聞かせてください。じゃあ次の種目がパドリングプランクとなってます。これは背中を反るのではなく、イメージで言うとつま先立ちを空中でしているイメージですね。伸びるという感覚なんですよ。なので足の指先から手の指先までですね、丁寧に伸ばして、そして肘を背中の後ろに引いていく。常にこの板、1枚の板にお腹だけついてるようなイメージですね。伸ばして縮める、伸ばして縮めるとやっていきましょう。 OK です。30秒間休憩していきます。次の種目はローイングとなってますので、中腰になってもらって、そして上半身はピタッと止めます。その状態で肘を背中の後ろに引いていく。イメージと肘を持ち上げるというよりは、ちょっとすくい上げるような感じで背中の後ろに持っていきましょう。これ肩甲骨バチバチに動くので、なので背中めちゃめちゃ鍛えることができます。そして大切なことは背中の筋肉を意識することです。しっかりと背中の筋肉がキュッてこう縮まる感覚っていうのを、なんとなくで起きそう、なんとなく背中の方の筋肉がキュッてなってるなっていうのを感じてみてください。それマインドマッスルコネクションと言います。意識すればするだけ筋トレの効果を爆上げしてくれるのがマインドマッスルコネクションなんですよ。なので今は背中の筋肉を意識して、お、なんか背中の筋肉動いてるな、そんな感じで OK です。ナイス。30秒間休憩していきます。さて、早いもので半分が終わりました。今回この3種目をもう1セットいきたいと思います。3分間で終わるんで、カップラーメン作ってる間に背中めちゃめちゃ美しくすることできますので、これ頑張ってみませんか。肩こり予防にもつながります。さあ行きましょう。肩甲骨を開いて閉じて開いて閉じてでしたね。開く時は肩甲骨ガーンってこう肩をイメージと地球の方にガーンと押し出すと肩甲骨開きます。その時に背中が天井の方にグーって丸まって上がっていくようなイメージですね。そして肩甲骨を閉じる時はちょっとだけ力を抜いて肩甲骨バチコーンって真横にギューって閉じる感覚。残り7秒間、肩甲骨。今めちゃめちゃ美しい背中できてますからね。ナイス。30秒間休憩していきます。さあ残り2分となりました。めちゃめちゃ今体にとってええことしてます。運動っていうのは人間にとってめちゃめちゃ大切なことなんですけど、最近こう大人になるにつれて動く量減りません。それを筋トレで賄っちゃいましょうよ。ついでに背中めちゃめちゃ美しくしちゃいましょうか。
じゃあ残り3秒の休憩となりました。次はパドリングプランク、背伸びをするようなイメージで肘を背中の後ろに、一気に肘を引いていく。そしてイメージで言うと伸び続ける感じですね。足の指先まで綺麗に伸ばしていきましょう。そして手の指先まで意識してください。先の先まで意識していきましょう。残り10秒間、そのまま伸び続けたまま肘を背中の後ろにバチコンと引いていきます。残り3秒2秒1秒、 OK です。30秒間休憩します。ということで早いですね。もうラスト1種目となりました。ラスト1種目楽しみまくっちゃってください。ぜひ筋肉の動きを感じまくって、それを楽しみまくっちゃってください。美しすぎる背中だけじゃなくて、自分にとってもめちゃめちゃいい、もう最高すぎるコンディション作ることできますので、やっていきましょう。じゃあしっかりと体幹を固定して肘を背中の後ろに引いていきます。さあ結構背中の筋肉意識しやすくなってきてると思うので、ちょっと早めにね動かしていきましょうか。肘を背中の後ろにちょっとすくい上げるようなイメージで引いていきましょう。肩がすくまないようにすくい上げていく。常に背中の動きを感じながら、残り13秒間、そのままそのままいい感じ、勝ち。残り10秒間、背中バチバチに鍛えて、美しすぎる誰もが見とれてしまう背中作っていきましょう。2秒前1秒前、OK です。あ、お疲れ様です。めちゃめちゃ A トレインできましたね。自分自身に大きな拍手、そしてナイス止めまくってあげてください。マジでお疲れ様でした。